この王子が馬宿の王子です。天満の渡辺津から数えて19番目の王子にあたります。この王子は熊野本宮に続く数多くの王子の一つにあたり、熊野本宮に向かって遥拝し、またお経をあげ、祀って旅人たちの休憩する施設と言われております。王子の付近には柏川という大きな川があり、この川を渡る旅人あるいは馬等を休める場所、こういうことで馬宿というような大夢になったように言われております。